じゃあちょっと今からはおばあちゃんが電車に乗って帰ったかもしれないんで、はい、あ、そうですね、一応駅前オタクとしては、はい、駅前マニアとしては駅前も見とこうかなと。確かに確かに。これは何の駅になるんですかね。めっちゃ雰囲気いい駅ですね。やっぱね。でやっぱり最後ラストオチとしては面白いのが、はい、おばあちゃんがホームに立ってて、はい、電車に乗っていく絵で終わりたいですね。終わりたいですね。あ、電車来たから入りましょう。そうそう、ちょうどちょうど、はい、向こう側、いや、家がどっちかによりますよね。はい、はい、西大寺の方に行くんや。おばあちゃんは、おばあちゃんはどうか、まあ、まあ、後ろ姿的に西大寺でしょうね、家は。確かに、多分、はい、で、同じことしてたりしてね、西大寺でそう、おばあちゃん取り逃がしましたね。おばあちゃんいないな。ちょ、インタビューはしたかったんですけど、ね、そうですね。平岡駅、駅前オタクとしてはこういうの見ときたい。あー、なんか昔ながらのっていうローカル駅っぽいな。あ、でも布施の方まで、あ、日本橋まで行ってくれるんですね。あ、難波とか、はい、めっちゃ便利じゃないですか、はい、え、その先、尼崎とか西宮までね。これ難波まで一本で行けるってめっちゃ便利じゃないですか。いや、確かに確かに。門真から難波より、こっから難波の方が行きやすいです。一本ですからね。行きやすいです、ね、行きやすいですよね。無人駅、あ、無人駅、時間によってはですかね。あ、やっぱここめっちゃ駅前、こんなに駅近い人見たことありますないですね。玄関から1分かかんないですね。5秒、そっからここですからね。ホップステップジャンプですよね、はい、ホップステップジャンプ。ほんまにほんまに。だから電車来る1分前に家出りゃいいですもんね。これこういうの、こういうのできましょう、はい、こういうのやっていいですか。タン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 、ファ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 、日本一駅の近い一戸建て。いや、ありえますよね。ありえるでしょ。ありえますよね。ありえるでしょ。日本一可能性ありますよね。一等地ではまず無理でしょうからね。これいくらするんですかね。いや、時価。そんなしないかもわかりませんよ。だって何番まで何駅？これ空き家？空いてる。空き家ちゃいます。西野さんに口聞いてもらったら帰るんちゃいます。ほんまですね。いや、口利かんでも帰ると思いますよ別に。ここ欲しいですね。駅近欲しいですか。え、車止めれませんよ。確か裏あるんかな。裏、駅前っておもろいでしょ。いや、おもろいですね。こんなんね、確かに、はい、知らんかったでしょ。だって、いや、知らんかったです。来てみな。だってこれ旅館とかできますよ普通に。ほんまや。バーもできるんちゃう。バーできますよ。旅館バー、旅館バー、駅近、駅から1分。旅館風のバーも面白いですよね。あ、え、これ多分旅館やったんちゃいます、昔。ああ、じゃ古民家カフェは腐るほどあるんで、旅館バーおもろいです。旅館バー、そのまま寝て帰れる。あ、そうか、はい、あ、いいじゃないですか。それはだから旅館にあるバーではなく、はいはいはい、バーやけど旅館っていうシステムに持ってかんとダメやからね。そうですね。旅館にバーが付属されてるとこは結構あるんで。ありますあります。バーメインの、バーメインの旅館、旅館おまけ。あ、こういう、はい、わあ、いい、いい、ああ、なんかいいですね。いいね、これいいね、すごくいいね。あ、じゃあ向こうも、はい、向こう、あ、行きます。駅前とは一方ではないんでね。ああ、そうですね、両側見んとね。こっちはちょっとほら今風に開拓されてるんですよ。ほんまや。お店ですか。事務所、建築、はい、でも難波まで7駅ぐらいやったんちゃうんですか。7、8駅ぐらいでしょ。確かに確かに。結構近いっす、はい、え、ちょっとおしゃれなマンションも、はい、これもいい感じ。線路挟んでね、はい、全然雰囲気変わりますね。そうでしょう。こっちおしゃれですもんね。これがあの駅前オタクの興奮ポイントなんですよ。あ、はいはいはい、右と左で違うっていう、はいはい、僕の目みたいなもんで。なるほど。いや、ほんまですよね。マンションとか建ってるし。え、なんか駅前が好きな理由わかるでしょ。あ、まあ、でこうやって電車通っても全く興味示さんくせに、はいはいはい、駅前にはすごい興味示すっていう。はい。ということはやっぱり向こうの家買うのはありですよね。ありでしょう。ありですよね。旅館バーしたらえ、はい、ナンバー、ナンバーで飲むやめてもうこっち帰ってきますよ。ほんまですよね。
あ、こっちはお店結構ありますね。ありますもんね。で向こうに住んでこっちに出てきたらいいんですよね。そうそうそう、平岡行こうか言って。そうそうそう。でこれ戦国図ちゃうんすか。結構いろいろありますね。ちゃんとほんまや。あ、博物館とかもある。ほら結構本数多いし。あ、はい。あ、ほんでね、ポイントはね、はい、クリーニング屋が駅前にある駅は、はい、結構いいんすよ。あ、そうなんですか。そうそうそう、あの、はい、昔からやっぱりそういう、ああの需要があるわけやから、はい、ここで仕事帰りに出して。あ、ね、なるほどね。だいたいクリーニングじゃ食ってかれへんから言って、だいたいパン、飲み物、お菓子は扱ってる場合が多くて。なるほどなるほど、はい。でパパから子供たちまで、あの、来れるお店作りっていうのが、こういうのが駅前にあるとこっていうのは結構いい駅なんですよ。そうなんですね、はい。ここで必ずってアピらないといけないトラブルがあったんでしょうね。あ、そうでしょうね。だいたいでいいんですよ、ね、11時を渡しぐらいでいいんです。必ずって言ってしまったら何があっても渡さなくなってくる。そうですよ。そんなリスクを覚悟でも、はい、やっていける街っていう意味なんで。なるほど。もうあの、そういうやりにくい街だったら、はい、必ずは絶対書かない。絶対書かない。遅れる場合がございますとか。そうですね。保証しているわけではございませんとか。そう書いとかんとね。そういう街は多分住みにくいんですよ。あ、確かに確かに。必ずって言い切って持ってるからね。はい、言い切っても大丈夫なんですよ。でチェリオがある。これもね、これも子供たち、学生たち、若者をね、はい、大事にしている証拠で。そうですね。そうですね。チェリオの自販機が、はい、駅から最短のところにあるっていう。あります。で、隣もでしょ。隣、チェリオ2台。まあ、あのファミマの横にファミマの原理と一緒ですよ。ああ、ここにあの、はい、コーラ置かれへんように。なるほど。やった結果もう一個行か、朝日行かれたみたいな。もう一個行かれましたね。結局朝日置かれたみたいな。はい、なるほど。やっぱファミマファミマファミマは無理やったの原理と一緒で。なるほど。ローソンが買ってきたんですね。結構だから知略的なオーナーさんが住んでる、はい、なるほどね、町っていう。なるほどなるほど。揺さぶったんでしょうね、チェリオと朝日は。あ、でしょうね。チェリオさん、はい、単価10下げれへんって。いや、もうさすがに、うん、分かった言って朝日さん呼んだんでしょう。あ、間違いない、はい、ほら10円下げとったらよかったのに。はい、ほんまですね。これ地下通らんでいいですか。あ、地下通れるんですか。地下通りましょう。あ、ちょっと駅何駅だけか見ときましょう。はい、いや、これ駅前シリーズでいいんちゃいますね。あ、確かにね。今後も、はい、ほな、もう一個隣の駅、駅前の駅ちょっと行きましょうか。はい、本数欲しいんでね、はい、え、どこ定めましょう駅を、はい、今どこ、平岡、はい、平岡でしょう、はい、あ、この抜かったはさっき言ったから、はい、難波方面に1個行きたいですね。お、あ、逆にそっち行きます。1駒はだ、石切1駒はちょっと栄えてそうでしょう。あ、はい、なんかこれ当駅のもう1個向こう。あ、わかりました。当駅のもう一個向こう行きますか。行きましょう行きましょう。これ自体が何本切り刻めてるか分かんないですけど、はい、そこそこいい動画にはなってると思うんで。確かにね。挽回してきましたね。挽回してきましたね。挽回してきましたね。さすがですね。エンジンやっと温まってきた感じですね。そうですね、はい、まあまあ、くもうめっちゃ通りますね。はい、電車でも止まってないんじゃないですか。止まってはいないと思いますね。ね、こっちは自販機情報を見ておきますか。見ておきましょう。やっぱりね、神社側っていうのは、はい、大手さんが閉めるんで。ああ、病院もありますね。でも結構止まってますね。ほんまですね、止まった。結構、はい、いや、旅館バーありちゃいますやっぱり。あ、確かに。バー、旅館。旅館バー。旅館バー。スイカバー的な。ああ、スイカバーね。いいっすね。家帰ってきて、はい、こういう雰囲気いいですよね。ああ、確かに確かに。僕はあの駅前オタクはそういうのを考えるんですよ。はい、あ、はい。例えば沖縄旅行行って、ええ、帰り電車で帰ってきました。はい。地元の駅に降り立ちます。はい。どういう光景が広がるかが、あの、住まい選びには。なるほど。大事なんですよ。でも駅から、はい、駅前オタクとしてはね、はい、地元の駅に着いてから、ええ、バス乗るとか、はい、タクシー乗らなあかんっていうのはご法度なんですよ。うちそうですけどね。そうでしょう、はい、ここはやっぱりこう、確かに、あ、やっぱ地元がええわ言って、はい、1分2分で帰れるところに住まなダメなんですよ。いや、確かにそう思いました。思ったでしょう。思いました思いました。
でもそれがね、差額1000万、2000万の価値があるか言われたら、ああ実質はないと思うんですけど、うん、確かにね、ちょっと考えどころですね。そうでしょ、ボッツさんなんかやったら、はい、ほぼ門真が出へんねんから。そうですね、駅前住んだってしゃあないです。そうですね、駅乗らへんからね、電車どこも行けへんねんから。はい、確かに。じゃあ明日の駅もお楽しみに、はい、お楽しみに。